タケノコの里がとうとう立体的権利を勝ち取りました。国民的タケノコ型ミルクチョコレートクッキー菓子タケノコの里、この度タケノコの里の立体形状について商標の登録が念願かなって認められた。これは快挙。商標は普通ディズニーとかマリオとか名称の登録が認められる。なぜなら名称は他の名称と見分けることができるから。ディズニーとマリオは聞いただけでそれだとわかるでしょ。だけどタケノコって自然に里に生えてるし、植物辞典にも載ってるから、タケノコの里の形だけを見て、あ、タケノコの里だ、里のタケノコじゃないってなりづらい。つまり自他識別力がないってことで、ずっと立体的形状の商標登録認められなかったんだよね。がしかし1979年に発売されて早40年、長年の使用により一般の人が形だけでタケノコの里と分かると認められて、立体的形状が商標登録できた。これによって他の会社はタケノコの里と似た形のお菓子などは作れなくなる。そうなるともちろんあいつが黙っていない。キノコの山。実はキノコの山はタケノコの里に先んじて2018年にすでに立体形状の商標を取得。売上でタケノコに劣るキノコは法的には先んじていたが、今回のタケノコの躍進で法的に肩を並べられた形。どうなるキノコタケノコ戦争。ごめん、僕はタケノコ派。